2022年2月23日水曜日ですねで、えー、まあ祭日なんですけど水曜日は毎週佐藤さんに佐藤クラブとして、えー、お話をいただいてますで1年半やっていました「今日学び明日をつくるセミナー」ということで私一般社団法人をね、えー、3つ立て続けに作って でやっていますがなんでというと障害の子どもを授かったことによってというところでね今ここにやりるし書いてます一般社団法人日本の福祉を考える会という会を持っていたんですが休止してましたで今回ですね、えー、その一般社団を名前を変えて債化から命を守る会ということで佐藤さんにお手伝いいただきながら一緒に進めていこうという一環で今日もお話をお願いしておりますまあ債からと。 いうことは災害からですね。えー、それに交通事故だとかいろんな災害を含めて、えー、まあ災禍と呼ぶらしいのでね、えー、そういうものを全部ひっくるめてとにかく、えー、いろんなものから命を守る会というところをやっていこうと思ってます。で、えー、災害というところで言うと地震大きな地震だったり津波だったり、うん、洪水だったりというところがあ,あると思いますが。 とにかく命を守ると命を失う原因というのはね、えー、限られてますからそれからいかに守るかということをやっていくのがこの回もう一つ下にある赤い字で書いてます「新無解決研究会」というのは私は土木屋でして。 まあドローン飛ばして測量とかそういうところを研究、勉強しながらですね実際に災害が起きたらいかに早く復旧、復興するかということも両輪で勉強しながら進めていこうと思ってやっております。はい で、えー、会の趣旨15年16年前に次男坊全毛全老の次男坊を授かったこと究極のリター的祖,祖先がいたことお両方でですね使命があると錯覚して親なき家と想像し想と親なき家と考えて作るっていうテーマでいろいろやってきました。でここにいろいろ書いてたんですが先ほど全部消しました。まあ、今今度おまあああ今度のーお やってることをねきちっと書こうと思っていましていろんなことを書いていたんですけどそれではないと先ほど言った災害から命を守るということと実際に来るであろう災害からどうやって早くに復興するかということに動きを変えたのでねそこを書き直そうと思っております。まあ、とにかくですね 日本のニュースだけ見てるとお花畑のような日本ですが世界を見て学んで準備しましょうというところをやっていきたいと思っていますではですね、えー、早速サコウクラブのサコウさんにお話をいただきますここからはサコさんの,おー、まあ、あのプレゼン資料ですのでサコさんの方のお話でつないでいきたいと思いますサコさんよろしくお願いしますはいどうもありがとうございます えー、皆さんこんばんは。えー、シメめらみことやさかというのが正しいみたいですけども、えー、本日は、えーの現、金城天皇ですね、のご生誕126代目ですけども、それを祝う日で、久しぶりに日の丸をちょっと出してみました。まあ、あの、どの祝日もね、本当は日の丸を掲げるんでしょうけども、えー、日本がまあ、比較的平和でいられた、えー、ということは、やはり、 権威というものですね権。権力というのは、権力と権威というのは、まあ、英語で言うと、パワーとオーソリティというんですけども、パワーというのは、無理やり何かを従わせる力のことを言いますね。対して、オーソリティというのは、えー、まあその軍事力とか武力とかと、かそうしたことで人を縛るのではなくて、自然と人がそれを仰いでついていくと。まあ、天皇家というのは、スメラミこと。 えー、住めるっていうのは統治するという意味と非常に住んでる。御事は命という意味ですから、非常に住んだ命でおられる人が、えー、権威をずっと、えー、続けているんだと、まあ。権力はずっと昔からね、それこそ鎌倉幕府から、えー、まあ、足 <laughs> 利幕府とか、えー、そしてまあ、戦国時代が続いて、それを収めた江戸時代と。その後、明治維新になりますけれども、えー、近代に至ってもずっとそうしたものを えー、一応2682年今年はいうことになっていますが紀元前660年から守ってるっていうのは本当に世界でも類例のない文明のあり方だと思います、えー、それは私はあのうまあ今の上皇皇太后両陛下が、えー、ご成婚されたことを記念に1982年でしたまた当時はお二人は、えー、皇太子殿下夫妻であったんですけどもうそのご成婚記念の えー、海外青年派遣という式がありまして、それの、まあ、ちょっとお金をいただく通訳として、サウジアラビアに1か月派遣させていただいた、それが自分の、まあ、プロとしての語学屋の、ね、デビューになりますんで、今もお元気でいらっしゃるということで、非常にあ,のありがたく思っています。で、私はあの酒に生きるって書いてますように、お酒が好きで、今日はちょっと2、3日飲んでませんけれど後で皆さん、えー、一個やろうと思いますけれども。 本当は左近という言葉が、まあ、きっとお酒が好きだったのがこういう字に黙ってまして、えー、左近というのは左大臣という意味ですので、おそらくは、まあ、慶太天皇という天皇が福井から、私の田舎である福井からあの京都に行って、まあ、あの、承彩、うん、されて、継承されたと。それの左大臣筋が先祖の大元かなと。 紀元これはまあはっきりしてるんですけど753年法天平正法6年というふうに言うようですけど東大寺の末寺として国分寺として、まあ、お寺の基礎、えー、ができましたでそれ以来結局私はちょっとよそへ出ましたんで今実家のお寺は弟が、えー、36代目の住職をしておりますけどもうん、まあ、ずっとまあ坊さんになって、うん、おかげで戦国時代もね 足利義ガ、が吉景とか、もう大変全滅に近い、えー、大変な戦乱があったんですけども、本日までここにおられるのかなと思っております。で宗派っていうものもね、あのー、まあ、一番最初は建言宗、途中から新言宗になって、えー、最終的には浄土新宗になっています。宗派数を変えていったんですね <laughs> で。その宗派なんて宗派数みたいなものだと思ってますけども、えー、だんだん庶民寄りになって、 一番庶民的な在家仏教であるる浄土宗にになってあの本日に至ってて本日至いるわけですで、一つ左紅クラブというのは去年私の友人たちが「せっかく僕はまあ不思議な縁といいますか、えー、社会を縦横にこう生かしていただいているんだから、まあ、それが団結するというそれをもとに結束する一つの組織を作った方がいい」と言われて結局自分のためを感じた左紅クラブというのを作ってくださったんですね。 えーまあ、ちょっとじゃスライドの一つを共有画面に一番初めのやつですね。どんな、まあ、趣旨っていうか、趣旨っていうよりもどんなミッションをみんなで分かち合おうという会なのかをちょっとあのご披露します。はい。では、えー、っと、あ、出ましたね。えー、私たち会員はですね、まあ、私も含めて会員なんですが、会員各自の天与の花を咲かせ合いながら、えー、つまり、 お互いが持っている天から与えられた花を咲かせ合おう。一応、あの、言葉としては、佐向と一緒に花咲こうということになってるんですけども、えー、まあ、そのシャレでして、えー、今日3回目ですが、この3つの、まあ、貢献目的の一つ一つをお話しして、今日は3番目になります。で1番目は、人類の冷静統合による世界平和の実現っていうのは、ちょっと聞き慣れない言葉だと思いますけれども、えー、この時に1回目に説明しましたように、 宗教ってやつは、まあ、非常に大事なことなんですね。世界中のほとんどの人は何だかなを信仰を持っていらっしゃいます。えー、しかし、まあ、宗派とか宗教の違いっていうのを超えて、実は3つのパターンしかないんだっていうお話をさせていただきましたけども、えー、つまり非常に超越的なすべてを支配している一つの神がいるんだ。いや、いろんな神羅万象に神々が宿ってるんだ。いや、もうそれよりも自分の心と宇宙とはつながってて、えー、その、 そういうい造物史というよりもまあ一つのえ法則が働いているんだダルマとかね、もしくはえそういったふうに3つにのパターンに分類されるんですけれども、お互いにまあ非常に関連し合っていて、本来1つのものであり、やがて1つに合一していくものだと私は信じていますま。要するに宗教的なものとか、そこから発生する道徳や倫理なんかが融合してえ統合されて世界平和に実 のに、あの、精神の方から貢献したい。で、2番目は前回お話しした内容ですけれども、今私たちは非常に急速な AI 文明、これは私が作った言葉なんですけれども、AI、えー、これは人工知能ですね、これが脳みそであって、IoT、今も皆さんとものが、まあ、この携帯であったり、あるいはコンピューターがつながっているから話せているんですけど、こういうのを IoT、もののインターネットといいます。 そしてまあロボットですね。ロボットが働いてくる。人間になぞらえれば、えー、脳みそが AI で神経系が IoT で、まあ、筋肉がロボットだと思えばいいと思います。えー、こ,のこの勢いはものすごくって、まあセンギュラリティという話を前回しましたけれども、あと7年後か遅くとも2045年には、まあ、あの AI の方がどうがいてもですね、人間が考える知恵の相対を上回ることになると。 なので、ブッダ AI っていうふうに書きましたけれども、その AI をですね、えーまあ、天皇陛下のようなって言ってもいいんです、これは。えー、本当に、あの、何の、天皇陛下のいいところはねあの、もしそうでないと成り上がりがトップに立っちゃうわけです。まあ、アメリカの大統領とか、まあ、ロシアの大統領なんかさらにもう最悪だし、えー、まあ、共産主義っていうものも独裁ですよね。まあ、あの、あの習近平さんを見ていれば。そういったことを防ぐのが天皇陛下の存在であって、 成り上がりは、まあ、プライムミニスター、重たる進化という意味ですね、ミニスターっていうのは、助ける人、えー、主たる補佐官というものが、まあ、これはと大変いいシステムなんですけれども、それでも政治家に任せておくと、もう何事もまとまらないし、特に、まあ、独立国ではない日本においてはね、非常にこのリーダーシップっていうのが発揮しにくいんですけれども、AI というものにだんだんと、えー、最適な判断、最適な分配とかね、 最適な制御と言いますか、そうしたものに傾いていくはずですから、それをブッダのように、あるいはキリストのように、天皇陛下のように、慈愛に満ちた、まあ、一言で言えば、善の精神、善っていうのは、まあ、命のためになることが善です。えー、今日は命のお話もしますけれども、えー、そうしたものにしていくことによって、まあ、 それにここには書いてないですけど BI、ベーシックインカムという普通のものは全部 AIR が作ってくれますからそれをただ分配に預かるに十分なだけの所得ですねを何十万なのか分かりませんけれどみんなが普通にどっちにしても仕事を失っていくということになりますので特に市業弁護士とか会計士とかお医者さんとかあとは官僚の方とか データを頭に入れて分析する仕事はもう間もなくなくなっていくと思います。えー、今度はその肉体労働よりもサービス業よりもそうしたものが先になくなっていくということなので、メッシュインカムというものをきちっと入れましてですね、えー、そして、えー、その上でユートピア的な人間は歴史上初めて、まあ、霊属的なというか従属的な労働から解放されて、皆が自分の人生の主人公になれる。 芸術的であったり、宗教的であったり、文化的であったり、人助けであったり、また、あの、いい公益資本主義というものも大いに賛成だと思いますが、そうしたふうになるっていうことが2番目、それに貢献しようと。まあ、要するに AI をいかに命のためになるかということをみんなで念じながらプログラミングにしていこうということですねで。3番目が本日ですけれども、人権の遵守。普通は人権っていうんです。まあ、人間の命。 および自由な権利ですよね、えー、これですら守られていないんだけど本当は生命権仏教っていうのは一切主張出物書っていいますから、まあ、別に一切主張っていうのは命があるものすべてという意味でありまして、えー、決してその、えー、人間だけのことを救おうとしてるわけじゃないんですね今環境を何とかするとか言ってますけど環境って初めたから、えーまあ、我々をただ 命を与えてくれている存在ですから、動物、飼い猫や飼い犬を捨てたり、まあ、殺処分するっていうのはもう言うに及ばないと思いますけども、命があるものの権利として生命権っていうのができていいと私は思っています。それを厳重に守って、差別と虐待と王子のない世界の実現に貢献する。差別はわかりますね。差をつけて区別するから差別しています。虐待は虐げることであって、 まあ非常に日本ででもあるる意味増えているようですでそういったことの中に最悪の場合死んでしまう「王子」横ざまに死ぬというのは意味をとっていますと、まあ後で出ますが「バイオレントです」というね、えー「暴力による死」というのが英語では一番近いように思います。まあ、いずれにしても「アンナチュラルです」「不自然な死」でもいいですけども天寿を全うできずに死んでしまうということがない。 えまあこれは最下から命を守るという先ほど斉藤さんが言ってらっしゃった私も副代表をしておりますえ会の趣旨にも通じるものですもう一度おさらいしますと1番目は宗教とか霊的なものが連合し合って世界平和に向かっていくそれから2番目は AI を非常に愛情に満ちた命の 全ての命のためになる存在に位置することで、まあ、ユートピアに近い文明を享受できる可能性が開けてきた。で3番目は、えー、まあ、王がない、えー、普通ではない死に方をする人がゼロになるような世界の実現にを目指す。えこういったことを一緒に考えてほしいというのが、えー、私と一緒に考えてみんなでそれぞれの、えー、仕事の中で活かしていきましょうというのがサクオクラブの趣旨でございます。では、次のスライドをお願いします。 はい。まあ、今日のタイトルはそれで王子のない世界を目指してですまた次のタイトルをお願いします実はなぜ私たちは争ったりするのかとさっき久しぶりにワオワオを見ていたら、えー、徳川恵光の陰謀とかっていう、えー、投げ映画があって まあ実は3代家光になってようやく本当の意味で江戸幕府が盤石になったというか平和になったみたいですね。でそれまでは、えー、まあ仏師というものが台頭してきてから、まあ、戦乱というものが日本の中でも耐えたことはなかったわけですけどもそれはみんな蛾が,が強いっていうか蛾が,があるからであって蛾っていうのは実は手という字に矛という字を2つ左右にこう分けた字です。それを1つに左右一1つにした字ですね。 感じて大体上下で分けるか左右で分けることで意味がよくわかります。例えば死っていう字は、えー、逆にこう左側の方のあの字は骨という字なんですね。で、右側の方のカタカナの火みたいな字は拝んでる姿です。骨になった人を拝んで初めて死に切れるっていう意味があるんですけども、がというのは手に刃物を持っている。つまりよらば切るぞっていう英語があるんですね。 この辺は第1回目の、またあの、YouTube にその後配信していただくということになってますから、見逃した方はぜひ拝見していただきたいんですけれども、え、その、人間の脳みそっていうのはそもそも一番根本は蛇の心 <laughs> といいますか、え、まあ、セ動物みんなが持っている本能だけの心で、これだけで生きているのが爬虫類だとすれば、そこをコーティングしているのが犬や猫。 今は私の近くにも3匹犬がいますけど、この子たちは非常にあの家族や友情があって、温血的で情があります。そして人間だけがこんなふうに、えー、まあ偉そうに言葉を喋ってですね、知的な脳がある。ところがまあ聖書の中の話をその時しましたけれども。 どうも蛇の心で、蛇が悪いんじゃないんですけど、自分だけ生き延びるために相手を攻撃したりですね、あるいはまあ生殖欲とか、睡眠欲とか、食欲とかありますけど、そういったがのために知性を使う、蛇にそそのかされて知恵の木の実を食べるっていう例の、まあ、聖書に出てくるあの失礼クエーンですか、パラダイスロストの話は、まさにその辺を言い当てていると思います。 この癌が,があるからこそ、癌に縛られて生きている人があまりにも多いので、まあ、本当にちょっとした口喧嘩から、いさかいから始まってですね、まあ、訴訟したり、私もちょっと訴訟した経験があって、非常に痛い思いをしましたけどね、中には手を出して、傷害とか殺人、あるいはえ死に追いやられ、自殺してしまう。私は、あの、もう40年前に、ちょうど40年前に、一人、 まあ2つ年下の弟が23歳で実死をしておりましていかにそれがつらいことかっていうのは遺族でも本人自身もそうだったと思いますけどねそういったことを全部このががあってこの刃物の切り合いによって起こるわけですねで武,士武道っていうのは非常に日本は武士の国ということですけども歩行を止めるとこの場合は上下に分けて考えればこの歩行っていうのは やっぱり刃物のことです。で、それを止めると。カーンとこう来た刀を受け止める。身に古い火の粉を払うという意味であって、まさに今、自衛隊をセルフディフェンスと訳し、セルフディフェンスフォースですね、訳してますけど、自衛のために戦うのが武士であって、殺戮のために行くわけではないと思います。本当は。で、セルフディフェンスっていうのは、刑法では、えー、正当防衛と訳します。だから、やっぱり自分の命もやっぱ守らなければいけないので、 過剰防衛で相手を殺してしまうっていうのはどうかと思いますけれども、あの自分を守るためには、まあ、暴力的に受けた、受け、受けて立つというか、えー、本日はあの、女子のキックボクシングのチャンピオンであったり、えー、あるいは男性で、えー、金メダリストであった、えー、レスラーの方とか、プロの格闘家の方もお聞きになっていると思いますけれども、えー、まさに部っていうのはそういう道で部、部指導っていうのはそういうことです。えー、それが、まあ抑止 ディタイアレンス物事を止めるという時間になりますから、まあ、何か武道とか護神の心得をしておくのは、まあ、私も本当に弱いんですけど、空手をちょこっとやってて、えー、空手に先手なしという言葉もありましたけれど、本当に受けて立つ、まあ、できれば合気道がいいかな、<laughs> 合気道だと相手のこう暴力的なエネルギーをいい方向に、生かす方向にしようとしますけどね、個人においてはそういうことが必要かも分かりませんし、社会内部においては警察が必要です。 そして世界一般国際社会ということを考えたら今のウクライナ情勢ちょっと前のアフガニスタン遡れば湾岸戦争であったりビドラム戦争であったり朝鮮戦争であったりいわゆる第二次世界大戦というものが終わってからも戦争が絶えたことがないのが一般社会でそこではただ力というものが全てを止めるんですねということで物資道というのは許される範囲の暴力なのかなただ えー、無が夢中になるという言葉もありますし、無心になるという,ような言い方もありますけども、そこにガがないというのが本来の武士道であって、全く日本刀というのはこう、沿ってますよね。あれは日本の刀だけが上に沿ってるんですけど、切っ先がずっとそれ延長していくと、自分の背中あたりにぶつかるというふうに、えー、デザインされているそうで、これはお互い命のやり取りであって、自分自身にも、あの、かかることなんだというのを、 え、刃を握るときにね、考えるんだというふうに聞きましたで。その下に書いてあるのは、ガタピシって読むんですね。で、えー、ガタピシってよくカタカナで、どうもガタピシするっていうことが言われますけども、我は我だと。他人は他人なんだと。彼は彼で、これはこれだっていうふうな感じでガタピシと書きます。つまり、お互いを差別し合って、えー、まあ、個人主義が行き過ぎているって言いますかね。やっぱり、あの、エゴイストになって、 そしてまあ場合によっちゃ身内であったり身近な人までも虐待してしまいがちなががあると。まあ、こういったことから、王手ということが個人のレベルから社会のレベル、そして国家間のレベルに至るまでやっぱりなくならないというのはガタピッてしまうからではないでしょう。で、生命権というのは先ほども言いましたように、一切史上、すべての命を展示を全うさせる、すべての命を生かしきるというのが、 仏教の根本精神ですので、そうしたことができる権利ということも考えたらいいんじゃないかということを思いました。では次のスライドをお願いいたします。斉藤さん、すいません。はい。で私たちが生きてるということは、カルマの回転そのものなんですね。でカルマっていうと、合ということで、合が深いなんて言い方があって、なんか悪いことっていうのがありますけども、 そんなことは全然ないんであって、えー、英語で言えばアクションなんです。行為なんですね。うまくあの仏教というのは非常にリズムで物事を解いていて、これは真悔いの三号って読むんですけれども、真っていうのは身体、体で行う行為、口で言う行為、ね。で、意とい,いうのはあの心という意味です。 心という字と意という字と意識というと意識という時の意と意識ですね。心意識は全く同じ言葉の訳をちょっと使い分けている。いずれも仏教用語ですね。で、えー、まあ、これ、内側からあ、外側から言えば、まず行動するということですから、相手を傷つけたり、まあ、ましては殺したりっていうのは最悪のカルマっていうか行為ということになります。だけど、 これはなかなかしないとしてもですよ。まあ、それでも日本でも、こんなに平和な国でも、かなりの人が傷害とか殺人も、まあ、後を立たないっていうのは悲しい現実ですけどね。え口で、お前なんか死んじまいとか <laughs> こんな野郎とか、いろいろ言うっていうことは結構したことがある人がいるんじゃないかと。僕もあの、慎んでいますけど、えー、バリ雑言みたいなことを、まあ、つい言ってしまったことはあることはあります。 で一番あれは心の中でやってる行為なんですけども、心の中では、私はまあ、嘘をい、一生、生涯嘘をついたことがないというほどの嘘つきではないんですけども、やっぱり嘘を言ったりすることもありますし、心の中で、あんなやつ死んじゃえばいいのにと思ったことは、はっきり言ってあります。で、こういったことが、ある環境とか、あるその状況の中に置かれては、何でもしてしまうということがあるんですね。 これは、あの、親鸞が、単二章という中で書いてますが、えー、親鸞、あの、唯円という名前の、親鸞の弟子がね、私はもう死のことを尊敬して、言うことは何でもしますからって言ったら、本当かと、親鸞に言って。で、今から街の中へ行って、人を千人殺してこいって言ったんですよ。<laughs> まあ、ひどいことをまた、言うもんだと思うけど、いや私は非力で、だから坊さんになってるんでやって、な人を一人にもよう殺しませんと。それ見たことかと、お前何でもやるで言ったけど、 まあやれないこともあると言ったじゃないか。しかし、お前のような奴でも状況によっては人を千人も殺してしまうことがある。それが人間の業っていうもんだっていうことを言ってるんですね。まあこれは爆撃なんかしてるときに、えー、ただボタンを押すだけでどんだけの人が死んでいるか。まあ原爆に至っては爆撃手の人のカチッとしたこの動作で一気に10万人の人を殺しているわけですから、本当に人間っていうのは恐ろしいと思います。でそのように、 どうしてもなんか知恵がない。仏教というのは知恵を求める宗教だということを前回お話ししましたけれども、えー、知恵っていうのは知識の下に、えー、お日様の日が書いてある。つまり、あったかい明るい心で知識を使うこと、えー、まさに人間でいうのさっきの情で知恵,知恵を使うというのが共。それは友達とか友子さんというふうに、あのー、お互いに集まって、周知を集めたときにできてくるものだというのが知恵。 絵は、絵の上の方は水性の水ですから、ほう星ということで、払い清めたことを上下に分けると、高く思う心ということで、知恵というふうに漢字で訳していますが、それがないことを無明と、明るくないっていう、<laughs> まあネクラだって、ネクラなんですけど、アビドエアっていう、まあ、あの一つのインドのサンスクって言になってますけど、どうも本当のことが見えない、<laughs> で,で,で、煩悩のままに振り回されている。 英語で言えば、イグノランス、無知というふうな言葉もあって、えー、knowledge of ignorance。イグノランスであるこれ自分が本当のことは全部は知ってないということを知ることが哲学や心理への一歩だというのは、ソクラテスが言った有名な言葉ですけども、これも同じことを言っています。blind v i e ト to live.The essence of the world is、uh, the blind w i l l to live だったと思いますけど、世界の本質というものは、盲目な性への意志だと。 これは、あの、ショーペンハウエルが言っている言葉です。まあ、誰が言おうと、人間っていうのはどうもそういうものがあって、どうしても煩悩の支配から、まあ、なかなか解放されない。煩悩というのは、クレサという、まあ、インドの言葉を訳していますが、英語ではよく、イーブルパッションズ。まあ、邪悪な情熱というか、邪悪ななんか、本能の発揮みたいな。 えー、本能が濁って使われると煩悩になるんだって私は時々言うんですけども、えー、一応三つの毒、三毒というのがその基本になっています。キリスト教ではね、七つの大罪といって、えー、七つの、まあ、人間がしちゃいけない一番根本の罪というのが、ダンテの新曲という中に出てくるんですけども、えー、仏典では三つの毒、えー、読み方がちょっとめんどくさいんですけど、貪欲、 まあ仏教的には貪欲と言います。まあ、貪欲でいいです。だから真にって言うんですね。次の字は絶対読めないと思いますけど、真に。で最後は愚痴ですで。貪欲は分かると思いますが、えー、まあ、あ四苦八苦の四苦の中に、愚苦とクっていうのがありますけれども、求めても得られないと。全部求めても、まあ、全てのものを手にする人なんていうのはあり,り得ないので、それが地位であれ、お金であれ、名誉であれ、えー、やっぱり欲が深いとですね、 えー、貪欲という煩悩のにとらわれるで。一番最悪なのは実はこの真に。真にっていうのは一言言えば怒りです。つい頭に来て怒ってしまう。ね。えーね、怒りの周辺には恨みとか妬みとか、曽みとか、だいたいで終わる言葉がたくさん絡みついてるんですけど、そのように内容を分析していくと最終的に合計108になるっていうのが、まあ仏教の煩悩論です。愚痴は 愚かでバカって書いてますけど、誰がちょっと自分なんですね。<laughs> 無名ですからねで。自分が愚かでバカなにもかかわらず、ぐちぐちと不平不満を言ったり、愚痴をこぼすという言葉に日本語にあなってますけども、この3つは毒だというふうに、心の中に宿りがちな毒だというふうに書かれています。で、実は今の脳科学では、怒りをするときにはですね、ノルアドレナリンとかですね、 えー、あるいはドーパミンといったようなものがばーっと出て、えー、それはノルアドレナリンなんていうのはですね亡者、えー、の毒と大体化学構造が一緒と本当に毒なんですねあとまあ欲が深かったりまあ愚痴もそれぞれ物質があるんですけども本当はセロトニンというものが支配的になれば心は温高いなああで、その毒がですねこれは実際に頭の中にある毒が体に回った場合を患いますね 病気になるってこといこです患い心にに回ったら悩むことになります、えーまあ、心がこう非常に脳っていうのは複雑な構造をしてるからこんな字をくるみたいなこれ肉付きにすると脳みその脳ですけどそこが心が心がもう脳の中いっぱいになっちゃって悩むんですね。ということで実は煩悩というのは今の脳科学とかでも全く証明されている脳内物質が非常に変なふうに出てしまう。 それでまあ争いが起こるということです。じゃあ次のスライドに行きましょう。お願いします。あ、えっと、斎藤さん、次のスライドお願いします。あ、これですね。で、もっと困ったことは、今ウクライナで起こっていることが、その一例というか、う一番新しいことですけど、グーゴーっていう言葉があるんですね。これはまあ英語と、まあ、早速と混ぜて表現してますけど、コレクティブカルマ。 まあ、コレクティブアクションでもいいんでしょうけど簡単には組織ととして行動すするののの人間ののことを言うんで,すで組織化された無妙な行為のことをグー,ーと言ってまして要するに組織化されると個人のレベルではまあ相当悪辣なやつでも何人かを、まあ、殺してしまう人がいるかもいますけれどもまあ、まあ、その程度だったら語弊がありますけれどもこれがトークむというとまあヤクザにもなるし。 警察も一歩間違えたら暴力団と違わなくなりますけども、最たあるものは国家という具合ですね。組織犯罪があったり戦争があったりするというのは、なぜかというと、そういうふうに私たちのカルマが組織化されてそこである意味正当化されてしまうという危うさが現れているわけですで。ここでちょっと覚えておいていただきたい言葉に、悪の凡庸さ、英語では Evil of Banality と言います。 これはハンナ・アレントという、えー、もう亡くなっておられますけれども、えー、ユダヤ系の女性の哲学者、暴力論とか書いている人が、えー、言った言葉なんですけれども、悪の凡庸さっていうのはどういうことかっていうと、平凡な一般人の中にこそいろんな自白性があって、それが組織化されたときに、本当にあの発揮されて、とんでもないことをしてしまう。先ほど言った、まあ、人を千人殺すっていう、親、ま、鸞、あ、は鎌倉時代にそういうことも言ってるんですけれども、 これはどういう時に言ったかっていうと、アイヒマンっていう、まあ、ドイツ人のナチスの幹部がいました。でアイヒマンはいわゆるアウシュビッツに代表される、まあ、600万人が虐殺されたと言われているホロコーストですね。ユダヤ人とか、あとほ、えー、の民族も、えー、特に、えーあのー、あれですね、えーえーっと <laughs> まあ、ユダヤ人だけじゃなくていろんな民族を虐殺してましたけど、特にユダヤ人を。 殺したその責任者がアイヒーマンでした。で、それを裁く裁判があって、アレントはずっと傍聴してたんですけども、アイヒーマンっていう男はどんな凶悪な、また邪悪な思想の持ち主だろうと思って、ずっと裁判を観察してたんだけど、ごく普通のありふれた役人だったと。<laughs> どこにでもいるような、えつまんない、その凡庸な、平凡な役人であった。つまり、そういう人がある立場に何かでなってしまうと、 結局600万人の人を殺すということに命令を直接下したっていう形なんですよね。そういうものが人間に潜んでいて、戦争になるとこれが遺憾、えー、なく発揮されてしまうということです。なんで、えー、私たち、いろんな人の中にもそういうものがそ存在してるんだということは、よくよくまあ注意しなければいけないと思います。で、だんだん、初め、まあ、大体集団がですね、村と村とか、あるいは部族同士とか、 長が行動してとかっていいうレベルかから戦いが始まるしかも所有が始まってからですね、よく縄文時代は平和だったけど、弥生になってから非常にあの闘争ができた、えー、骨とか見ても矢が当たって死んだ頭蓋骨が出てきたりすると言ってますけども、うん、それっていうのはやっぱり所有ですね、田んぼとかそういうものを持つ所有をめぐる争いなんです。まあ、もっと言うと所有は今お金ということに、お金が所有権を、まあ、ものをあの支配する権利を持ってますから。 えー、そういったことがそれが領土であったり資源であったり、えーまあ、いろんなものが今だと領土と資源とあといろんなものが交わってウクライナでもまた戦争が起ころうとしてるんだと思うんですよね、えー、そういった集団が今はネイションというところでとどまっています。つまり戦国時代たくさんに分かれて、まあ、あの戦国武将が戦ってたのが 一つになって、でもまだ藩に分かれてた日本が明治維新で藩の垣根が取れて、日本国民だ、大日本帝国、新民だ、というふうに一つのネーションになった。これを民族と言います。えー、民族、まあ、民族を大事にすることをナショナリズムと言って、ネーションから来てますね、ナショナリスト、愛国者とかいうふうにも訳しますけれども、これは何かっていうと、同じ言語で文化を紡ぐ集団のことを民族と言います。 えー、人種っていうのはないんです。<laughs> これは、えー、私の友人の斎藤成君が断言しているように、まあ、レースっていうふうに訳しますね。レース、レイシズム、人種差別主義者みたいな。レースでお互いに競い合う人間集団、まあなんか人種が3つか4つあるように、えー、信じてた時代がありますけど、そんなものはないということは分かっています。ただ、民族は絶対に起こるんです。で私たちの場合ですと、いかに英語が好きとか他の言葉が好きな人、 菊池さんみたいにですね何かこうも話す人もいますけれどもやっぱり日本語と日本語でつぶまれた文化っていうものがないと、まあ、急に英語だけにしろとかですねあるいは中国語を話せなんて言われたら困っちゃいますよねなのでどうしてもう例えば今のウクライナとロシアについてもね人種は何だったかもちろん違わないけども近年とか歴史がちょっと違う民族が違うんですねだい言葉が違うんですウクライナ語とロシア語は違うんです。 でそういったことで、あんな戦争が起こってしまう。で、えー、こういった民族で成り立っているものが、今、国家を作っている。国家、国は家だっていうのは、とてもいい表現だとは思いますけれども、英語ではステイトって言います。これ直訳すれば、状態ですで。今の共同体の状態は、この国家だと。ネーション、ステイト。 民族が一つ、民族ごとに、つまり同じ言語で同じ文化を持った人たちが、それぞれその状態を保つんだ、国家なんだ。ということで、まあ、言っています。まあ、将来 AIR とかがあの非常に発展すればですね、私も今日あの、中国のでできた、まあ、Facebook 友達とやりとりしてましたけど、日本語でインプットすると瞬時に中国語になるし、そちらの方が、あの彼の方がですね、中国語で書くとすぐに日本語になる。 という瞬時通訳が、翻訳がもう行われていて、まあ、いずれは言葉の垣根というものもなくなっていったら、東アジアの共同体、EU 欧州共同体、アフリカ共同体とか、南北アメリカ共同体っていうふうに固まって、やがては世界共同体になるのかなっていう希望は見えています。ここにも AR というものが非常に大きな希望になっていると思います。まあ、しかし、民族が国家である以上、軍事力の均衡しか現状においては世界の平和は望めないという。 現実がありますなので日本はまあずっと俗国ですから <laughs>、えー、まあアメリカ軍がいてまあ日本の空の相当な部分はアメリカしかアメリカしか飛ばないような空域になったりする完全な俗国なのでまあ果たして助けてくれるのかとウクライナの育成もねアメリカも介入して、えー、NATO と、えー、NATO とアメリカが一体となってロシアと睨み合っているってことでしょうけども果たしてどうなるのか。やっぱり自分の 民族というか、自分の国家というものは自分たちで守る。そういう意味では、日本も早くアメリカから独立をして、日米地域予定をちょっと改定すれば、憲法改正しなくても独立できるそうですけれども、いずれにしても、えー、自分は自分で守るという力を持たなければ、平和は達成されない。王子はなくならないという事実があります。先ほどの武士の心を持って、武士の場合は弱気を見たら助けるっていうのもあるんで、本来であれば、 えー、ウイグルとか、あるいはチベットとか、ひょっとしたら台湾に起こりそうな、ああいったことを傍若無人を防げるぐらいの侍の軍隊になってほしいなと、本当は思うんですけど、まあ、程遠い現実があります、えー、で私たち一人一人がそういう心構えをすることがやっぱり大事だと思います。でではいいですねね印うう印刷刷ししななよよ打って、ね、それ印刷しなよ ますね、え時間ないって言ったって、それ、印刷した方が早いよ。じゃない <laughs>、はいまあまあ、ともかく、ちょっと、えー、斉藤さん、これですね、次は虐待っていうことを、まあ、最後に話をして終わらせていただきたいと思います。虐待っていうのは、英語でアビウスと言います。で、アブっていうのは、アブノーマルっていう言葉は皆さん聞いたことあると思うんですけど、ノーマル、普通でないのがアブノーマルです。 で道に外れているという意味がありますアビウスっていうのは人の道に外れたこれ後ろから言えば下道というふうに言うんですけど、えー、人の道に外れて他の人を利用したりする言語的身体的な暴力であるというふうに定義できるかと思いますだから虐待ということがあるのはやっぱり一番根本は我が強くて自分本位で。 自分の身内とか周りの人を、えー、傷つけて構わないというような心なんですけれども、その前提として差別とかいうものがあります。差別はディスクリミネーションと、クリム、クライムっていう犯罪っていう言葉を真ん中に入れていますけども、ディスっというのはディファレンスとか違いをつけて犯罪行為をするという意味合いが英語ではありますが、差別。これは差をつけて区別をすることです。 つまり生まれが癒やしいかどうかとか、顔の色がどうだとか、形がどうだとか、性的なあの思考がどうだとか、いろんな、えー、差のつけ方がありますけど、勝手に差をつけて区別する。それは、えー、偏見があるからですね。偏見というのはプレジュディスというふうに言いますけど、プレは前もって、プレ、プレリュードとかいうプレペアのプレイですね。前もってジャッジしちゃうと。ジュディスはジャッジする。 だから前もって勝手に決めつけて、えー、あの、しまうことを偏見と言います。まあ、人種の偏見だったり、まだってなくなっていないのかもわからないですね。それから潜入感、プリオキュペーション、またプリが入ってますけど、前もって頭の中を閉めちゃってること。オキュペーションっていうのは占有する、閉めるという意味ですね。潜入感と言います。それから、やはり無知、イグノランス、知らないと。 全然知らない、えー。かなり知ってるつもりでも、まだまだ知らないのに、それで勝手に差別してる、えー。根本はやはり無明ということになります。無明から無知とか潜入感、偏見が起こって、差別が起こって、そうしたことの中で虐待が起こって、王室ができてしまう。ですから反対に言いますと、無明ということが非常に明るい愛に満ちた心になることができれば、あるいはそういうものを持った AI に 管理していただければでもいいんですけど、そうしたら、えー、無知や潜入感や偏見から解放されて差別がなくなり、虐待も減っていって、押子というものも減っていくんではないか。えー、そういう因縁、正気、因果関係があると思います。で最後に、awake to っていうのは目覚めよという意味なんですけど、目覚めよっていうことを書いたある、えー、ちょっと宗教というかカルドっぽい団体がありますけど、本当は目覚めることが あの、まあ、仏教の一つの狙いですね、えー。ブッダっていうのは目が覚めた人、アウェイクンド・ワンと訳すんですけど、目が覚めた人で、何にじゃあ目が覚めたかっていうと、えー、ダルマ、この世の本質というんですかね、この宇宙全体の本質です。で、その、宗教っていうのは、これ神を信じないっていう人がいますけれど、じゃああなたは宇宙信じないんですかと、こ <laughs> こ大変な宇宙を。 だから、お日様の恩恵、日本は今日も日照期がまた叩いてね、あの、天照大神,神というふうにお天道様を拝んできましたけど、あれがなかったら我々が存在するわけないです。それから地球という星、ちょうどいい位置にあって大気もあって水もあって、非常にラッキーな星がある。これを信じない、もしくはありがたく思わないとしたら、よほど無知に戻るってるというか、そういうものに対する異形の念、ね、 いやー大きな存在の中で生かされている自分なんだなとだいたい毎日毎日3食も食べてですね、僕はまあ原料のために2食にしてますけど、どっちにしても他の命をいただいてこの命をつないでる。それから、私はまあ,あ、お寺が36代ぐらい、結構昔から遡ると言いましたけど、36代前の先祖っていうのは何億人になるんです、本当は。だから先祖なんて人間はみんな共通で、えー、20万年前のホモ・サピエンスにたどり着く。 その前はそれ以前の、まあ、エンジンみたいなものであったり、えー、ずっとさかのぼると38億年前に、えー、できた命命を最下から守るということですけれども命っていうのは明らかに生かされているものであって頂い,いているものであって自分が生きているものではないです宇宙はビッグバンというのが大体、ま、100億年ぐらい昔にあって大爆発があって1,000年ぐらいはただ光があっただけだと言われています 先に光あれとかなんか聖書にも書いてますけど、あるいは阿弥陀様っていうのは測りきれない光だっていうふうに表現されてますけども、いずれにしてもそういう光がいろんな星々に転じてくれて、たくさんの太陽ができて、その周りを回るたくさんの惑星ができた。まあおそらくというより、まあ、確実に100%私は言ってもいいと思いますが、宇宙人というものは存在しているでしょう。ただ私たちがあの接近できたり、中に出るかってそこまでの まあ文明になっているかどうかはまだ分かんないんですけども、その中でとりあえず今は太陽とこの地球っていうもの、SDGs なんて言って環境を守りましょうって言いますけど、守るっていうよりもともとそこからいただいているもので、我々が勝手にの方でね管理しようとか、そういったもんではないんですね。そこも私は AR というものが非常に発達すれば、宇宙船地球号のキャパシティというものか、 何が、どんな資源があって、どれぐらい水があって、どれぐらい食べ物があって、どんだけあって、どう制御したら一番、えー、損なわれない、いわゆるサステイナブルなあ、持続可能な私たちが住まわせてもらうことができるのか、ということは、瞬時に計算して、的確にそれを実施して、私たちはそれに従った方がいいと思います。いくら国連で議論をしても、国会で議論をしても、そんなところでは本当のことは決まらないっていうのが、 私の経験則ですね。ということで、ダルマの一番根本は一切空無が。一切っていうのは一切の存在です。えー、色即是空というふうに言うときもありますけれども、一切のこと、つまり人間も他の動物も植物も命がない地面も大地も星々も全ては空であって、空というのはエネルギーというふうに訳すのが一番いいと思います。全てはエネルギーのある状態であって、無が。 その、それ自体の本質は持ってないんだ。えー、一切は空で無我である。これは量子力学の考えと全く同じで、ダライラマは仏教っていうのは量子力学なんだとまで言い切っておられますけどね。その中で、えー、本当はリター愛に切れたらいいんですけど、リター愛だけを自分のことはほっといても人のために尽くす人のことを菩薩というんですけど、なかなかそれは難しいけど、少なくとも自利、リター、円満、ウィンウィンという言い方はよくしますけど、 皆がお互いに自分の利益と他の利益が円満になるぐらいのことは考えて、それから無接触。まあ、アヒンサーというガンジーが主張した言葉なんですけども、生き物を、生あるものを殺すことをやめる。完全にやめることは今のところ無理です。道を歩いても虫を踏み潰しちゃうかもわかんないし、大一、いくら菜食主義になっても、植物だってやっぱり命ですから、やっぱり多少とも接触しないと生きていけないのは現状ですけど、 これも将来はひょっとしたら命を取らずに、私たちのまあ栄養が、食事が賄われになるかもしれません。ということで、えー、どうしてもやっぱり私の場合は、ブッダの教え、えー、目が覚めた人の解いたことと、同時にそれは私たち自身がブッダになっていくと、目覚めて気づいていく道だというふうに、仏道というふうに問われていますので、その枠で考えるんですけれども、王子、えー、まさに自己で死んじゃうと。 私はちょっと弟の悲しい話をしましたけれども、彼は23歳の時に、えー、京都大学の学生で、技術部長で、しかも、あビッグコミックスピリッツっていう漫画を連載しているくらい、なかなか才能があった、技術的才能があった男なんですけど、えー、世界中のことを考え、詰めて、まあげく、生きる意味はないっていう結論になったみたいで、えー、そんなことを書いて死んでしまった。しかしね、はっきり抗議しますけど、自分の命は自分のものだと思っているところは、 彼もエゴイストだったんです。自分で所有してたこと思っだから、これ人の命もそうですけど、自分の命だって自分のものではない、所有してるものじゃないっていうことをやっぱり皆さん大事にしてほしいと思います。で、同時に交通事故で死んだあ高校生の、あの、高校の時の同級生の女の子、ここ大学で親友だった病気で、えー、まあ、急性水臓用紙で死んだ弟、あ親友。 それから弟のやっぱり後を追うように自死してしまった、えー、兄弟の、えー、弟の同級生と。私にとってみると5人くらいの人が、えーまあ、23から25ぐらいの年齢で、まあ、王子を遂げています。なので、えー、そういったことがなくなってほしいというのは、ものすごい真剣な願いです。今日、昼間テレビをつけられた人は、ウクライナ人の男が時々コメントしているのを見たかもわかんないです。 これはアンドリー・グレンコ君といって私の親友でして、えー、お金があんまりない。まあ、今は少しは稼げるようになった。<laughs> お金がないので、えー、いつも新幹線を使わずに大阪から東京にまで来て、えー、そして私の家にただ泊まっていた男です。だけど、あれだけ日本語が大事で、あの、彼、ものすごい、まあ、あの日本、全部自分で 今4冊も本を書いてますけど、日本語で書いて読んで話してるわけですけどもね。まあ、たった8年間ですごいことだなと思いますが、2人で喋った時に、こうやって書いてる瞬間も、ウクライナ人が殺されてるまあ、ロシア兵も何人か死ぬかもしれませんけど、いずれにせよ、今始まったんじゃなくて、2014年からずっと紛争が続いてるわけで、瞬間にも王子が、戦死という形の最悪の王子が続いています。なので、 えー、ぜひ、えー、彼の言葉も今日そういったことを踏,踏まえて、非常に客観的に冷静に分析して話してましたけれども、えーまあ、とりあえずまず戦争からやめられるように、最終的には本当に立派な AI さんによって、仏のような、アリアキストのような AI さんによって、いろいろ制御してもらうところが大きいんじゃないか、人間が無我になることはなかなか難しいですけど、えー、そうした労働から解放された、 少なくとも偶合、組織から解放された後には、自分で自分のことを律する。自由っていうのは仏教の言葉です。自らによって立つ。自在、自らとしてある。自由自在っていうのは、りほども悟りの境地を表す言葉なんですけれども、我々は、えー、まあ、ジ円満に少なくとも努めながら、できるだけ隣人、隣り合わせた人を助けて、そして、えー、そういった自由や平等の境地で創造的な仕事ができる。 そして揉め事とか、そういう世界大のこと、地球大国家のような問題は、AI, AI がきちっと処断してくれるという、まあ、この世の極楽というか、この世が地上の天国という言葉もありますけど、えー、そうしたふうに近づいていくことを念じております。というところで、えー、ちょうど今、えー、9時58分、10時になりましたので、私の話はこの辺で一旦、えー、やめさせていただいて、えー、あと、 二十分三十分あのいくらでもいいですけれど皆さんの方から質問とか、えー、批判でもいいですそれから感想とかご意見頂戴できたら幸いだと思いますではあの短くはいタコさんあそうだったあこれ説明じあこれそうですね <laughs> はい、うん 忘れてました。えっと、これがあのちょっと字がちっちゃくて、さっき誰かが怒ってられましたけど、あのこれをスク,スクショってというんですか、スクリーンショットしていただくか、あるいはまあ他の携帯かなんかで撮影してもらって、拡大するしかないと思うんですけど、えー、細かくいった今の3つの目標が下に、一番下に書いてます。今度、改廷するときには一番上に書こうとか、ルーマニアの小公会議所の写真じゃなくて、坊さんの写真にしようとか、いろいろ次の番を考えております。 じゃあ次のページに、最後のページですね。あ。はい。あ、これですね。で、これの、えー、入会の仕方はここに字書いて出してくれるっていうのもあるんですけど、そういうふうにしていただいた方もおりますけれども、えー、ここに QR コードというのがついています。これをぜひ今携帯で撮っていただくか、あるいはスクリーンショットをスクショしていただいて、それで QR コードを読み込めば、 えー、まあ、入会の手続きというか、自然に中に入ってくることができます。特典は、あの、本当に私が、まあ、時間の許す限り、えー、何でもお話ししたり、お付き合いをしたり、同時に、えー、ビジネスの目的で、あの、入っていらっしゃる人も相当いるんですけど、皆さん、えー、私の、まあ、幅広い人脈というのか、あ、私自身のこれまでについては、佐向文也と、酒に生きて文学の分にやゆのやで、 えー、グーグルで検索していただくと、えー、作国民の名前で、ウィキペディアに結構長く取材していただいて書いたものがありますので、ご覧いただくとこんなことやってきたやつなんだ。一つだけ言えるのは、あの、私は組織に属したことがない。えー、まあ、雇われたことがないんですね。全部一人でここまで生きてきました、生かされてきましたんで、えー、その分、縦横無尽に他の組織やいろんな人たちとこういうことができた。 まあ政治家、松下政政の治家宗教家、えー、文化人とか財界人の一部とか、それを海外も含めて相当、ご援をいただいております。そうしたものを活用したい方も、まあ、そういう現実的な目標で入っていただいてもいいですけれども、えー、冒頭に言いましたで、これから毎回行っていこうと思っている3つの目的ということは、えー、やっぱりえ少し協力していただければとても幸いでございます。